はい兵庫県民がどういう決断を下すのか、うん、全国が注目しています。失職を決断、出直し選挙へということなんですが、斎藤知事の会見、指揮者はどう見たのか、そして選挙、選挙と言いますが、選挙ってどれぐらい大変なことなのか、うん、え気になるあの人というか、こちらの人の動向はというところも、うん、ポイントの一つに入れさせていただいているんですけれども、昨日の会見のまあキーワードですね、こちらにまとめています、解散・辞職は最初から考えていなかったということを知事はおっしゃいました。 高校生から辞めないでの手紙があったもちろん支持を知,知事を支持している人も大勢いらっしゃいます、えー、一つと一つの対応は適切だったとこれまでの主張も変えていません泉さんはあの会見はどういうことを思われましたか いくつも思いましたけどもやっぱりあの一番最初書いてますけど解散の辞職もないんだったら失職なわけですからだったら不審任のあとに失職をして、えー、あの真を問いますと言えばいいだけで迷っているとてのは嘘だったわけですからその間テレビ局をはしごして選挙対策をしまくったわけですから、まあ、そういう意味でその間県議会も止まっているわけですからやっぱり誠実な対応とは到底思えないですね正直なところ。うんあのー 私も1対1で知事と話をしましまた15分間その中で知事は私の質問に関してはすべての選択の可能性を否定しなかったんですね、議会解散に対しても、辞職に対しても。ただ、昨日の会見を見て私が思ったのは、知事は最初から解散、辞職は考えていなかったとおっしゃったわけです。となると、やはり私とのインタビューの中でも知事がやりたかったことは県政の PR だったんだなということが私が感じたことで、そうなると、 武田さん僕はね直接目と目を見ながら話した自分としては、うん、今後、斉藤さんがいろんな政策を打ち出してもななかなか信用することができないなという気持ちに正直、昨日の会見を見と、ね、おっしゃる通りでそれは信じられなくなる。でこちらとしてはやっぱり 知事がインタビューに答えるる食いいつかざるを得ないメディアなんていうのは私は猟犬と同じで狩りをする犬と同じだからそこにネタがあれば食いついていくだからやっていくわけです,、ね、ですよ。私別の曲に聞きましたけど他局で断った曲があって断った曲と受けた曲があるんであってそこはごめんなさい、まあ、受けるにあたってのやっぱりもっと精査も必要だったと私は思いますよで,でも MBS 以外に NHK はじめ何曲か受けてそれはやっぱり知事の考えてることを伝えなきゃいけないっていう意識があるわけですよね。 うん、でも実際、と繰り返しになると失職しか選択肢なかったら、うん、あと再出馬といったって選挙は11月ですからで出る出ないはご自身の自由ですけどそれで本人の問題であって県議会を止める理由になりませんから、まあ、そこは誠実さに欠けているというか自、うん、自分自分の方だなと正直思いましたねいろいろなタイミングがありましたけれども局が断ったというよりかは、まあ、機会があって取材をするに至ったというのがまあ我々の状況ではあって、うん、まあ他局のことは分かりませんけれども。ただまあその 知事のですねその会見の様子をどれだけ放送するかというのも、うん、事実上の選挙運動になってしまっているのではないかとやっぱり途中から気づき出した人も多かったのかなという印象を受けますがマルタさんはどうですかまあ,あのもう次の選挙を見据えてってことなのでまあ、作戦の一つとしてはまあありっちゃありなんですよ多分ただ、うん、私はその聞いててでだから前半の方で自分の今までやってきたことを PR するのもまあ一つの作戦としてはありなんでしょうただ。 何だろう今回の,その争点になってるのってこの人の政治のやり方ではなくそうじゃなくってやっぱり人間性とかそういったところじゃないですか政策がどうのではなくてでだからいくら泉さんの前でこんなこと言うのもあれなんですけどいくら仕事ができてもやっぱりこの人嫌いだよねこの人の人間性嫌だよねってなると <laughs> 嫌わてるねいでよ泉さんのこと言ってるわけじゃないだけどやっぱり政治か選挙って人気っていう部分はどうしても現実 的にある上で、うん、なんでなこのの会見だったのかなったかてやっぱり解散は考えていなかったっていうのはやっぱ作戦ですってこと言っちゃってるし、うんまあ、辞職に関しては自分の基準では辞職ではありませんは一ついいと思うんですけどうん、うん、他の部分でやっぱり非を認めるところっていうのも見えないと今後の選挙にあたってあこの人変わって政治やってくれるなっていう印象にもならないからなんか。 ちょっっっと会見残念だったなっていう印象はあります、うん、や,そそやっぱもう一つやっぱおっしゃる通りで全く日を認めないいススタンでですよ、ね、すごいですよよねねご一番最初に嘘を800度言ったこともかなりの部分が事実であることも明らかになっているし、うん、実際、告発した人は命を失っておられるわけだしやっぱ、ま、何もないことはないと思うので、うん、やっぱり一定の非は最低限認める必要はあると思いますけど非、うん、を認めないんだったら出直しじゃなくて出直してませんやんか開き直り選挙ですから、うん、出直し選挙じゃないんじゃないかと思いますけどね。一つまあその命を 落とされた方がなぜ命を落とすに至ったかという理由はやはり本人に聞かない限り分からないということはあるんですがじゃあ、その会見をですね指揮者はどう見たのかというところで地方自治政治の専門家の江藤さんですけれども合理的な判断,な判断というのは江藤さん曰くまあやっぱりその自分の任期を考えると辞職すると次、任期というのは4年には至らないわけですよね通ったとしても。なので失職し出直し選挙もし通れば。 それは4年間の任期が得られるのでそこを考えると合理的な判断だったそして絶妙なタイミングというのも江藤さんおっしゃっていて番組でも冒頭からお伝えしている総裁選があると。そうなると そもそもの今回の問題のことよりも今後、兵庫県知事としてはどんな政策を出していく,なといくのかとかこう世論が政治に興味を向ける非常にいいタイミングなんだとそこで失職の発表をしたり会見をするというのは政治的には絶妙なタイミングという見方あと、先ほどからスタジオの舞台で出る知事の戦略にメディアが使われているという見方もありましたけどあと特徴なのはやっぱ法律、法律とおっしゃるんですよねでも私も弁護士ですからあれですけどただ、政治家というのは法律だけじゃなくてやっぱり世論のシーとか民意とか気持ちも大事であって。 政治的責任を伴うんであって法律違反をしていないから政府というものではないと思うんですよ。まあ、県政が混乱するとか少なくとも県議会全員が全会一で不信任をしているわけですからそう重たく受け止めるべきであって高校生から手紙をもらったということではなくて全会、うん、一致の不信任があるんですからその重みもどう考えますかとは思いますけどね百条委員会では道義的責任も認めないというスタンスでした。うんうん、で 昨日の斎藤知事なんですが、職を続けることで責任を果たす考え、そして他の政党の推薦を受けず、1人で選挙に挑むということなので、どんな選挙戦になるのか。まあ、本当に県民は おそらく非常にに注目度の高い選挙にはなるあのマスクも使われているのは知事は急遽自分は公約着手率を98%と言っているんですよそれをメディアが間違ったメディアも多くて達成率と達成の着手は違いますから県民目線でいうと達成して初めて県民に意味があるんであって着手したかどうか自分目線だから自分ファーストからすると私は着手したと言いたいんでしょうけど政治家というのは結果責任ですから着手率なんて言葉を使うこと自体がどうかして。今やったたたのののは給料を減らしたのととに乗り換えたのと あと財政は増えました増えたけど1年目から障害者、高齢者の予算を切った結果貯金が増えたんであってそれ県民から見たら県の貯金は増えているけど県民サービスは低下しているわけですからそれを成果というかどうかは評価は割れると思います。けど、ね、では え江藤さんは1人で選挙に挑むことについて、やっぱり選挙って大変なので、何かしらの後ろ盾があるのでは、何かのサポートがやっぱり水面下で決まっているのではというのが江藤さんの見方です。じゃあ、その選挙ってという話なんですが、どれだけ大変なのか見てみましょう。 一人で挑むということを考えたときにです、えー、県知事の選挙運動費というのは上限額があります、なんで上限が決められているかというと、上限がなかったら、お金を持っている人はそれだけダイナミックに選挙ができてしまう、平等じゃないですよねということで上限が決められている、有権者数かける7円、プラス2420万円なんですって、前回の兵庫県知事選挙、上限額およそ5643万円でした。ただ選挙運運動動員員って基本無報酬ボランティアですででですすすもも車上運動員とか手話ののの通訳者の方などはお金が発生するですのでもちろん 無報酬のスタッフを集めることができたらそれはそれで強いんだけれどもやっぱりいろいろお金がかかるわけですよね兵庫県なんて広いから移動するのだって大変なんです、えー、選挙コンサルタントの大浜崎さんに聞くと講演会など選挙前の費用を入れると9000万円に及ぶこともあるということで無所属で出馬の場合政党からの支援は一切ないので斎、まあ、藤知事がどうのということではなくて、えっと、武田さん要はは選挙に1人で裸いかないで裸出るっていうのは ちょょっと無謀っちゃ無謀なのでしょうか大体ね1県小選挙区で3000万とか4000万かかって1つの県の選挙参議院なんかも県単位ですよね、はい、そうすると1億かかるって大体それとまあ合ってるんでその中でやるわけだけど。 まあそれだけのお金が斎藤さんは準備ででできるると踏んでやるんでしょうねうそこは告発、えっと、にもありましたけど政治資金集めて1500万ぐらい集まってますし退職金もありますから、まあ、多少3000万ぐらいの手元は多分あると思いますから、まあ、3000万ぐらいであのやれる選挙するのかなと思いますけど。 まあ一文なしでしょほとんど斉藤さんの場合それでもやるっていうことですよねいやどうや分かんない本人じゃないと、まあ、分かんないです、ね、でも出る方は皆さん自分が通ると思うで出られますからね、うん、やり方によって結構変わるんだってことが前回の都知事選でも分かりましたよね、はいあはい、まあもちろん票を持ってるのは兵庫県民の方々なんですけどまあ都知事選の時も都知事のとあの都の都人しか入れられないんだけどやっぱり全国に、うん、特に知名度がある方だと全国に支援者がいるので、うん、ガッと集まってくるとやっぱりいろいろな作戦特に若い方だといろいろな作戦練れるから 結構やっぱり昔と選挙変わってきたなという感じもします、ねうん、だから、お金のコストをあのあの下げることは可能になってきたと思いますし、うん、いろんな方法あると思いますけどただ、私なんかお金がかからない選挙言っていますけど、うん、そういったはゼロではできませんから、うん、やっぱりお金と応援いただくようなやっぱり人両方は普通は必要ですから、うん、ほんまに一人で選挙できるかというとそう簡単ではないと思いますね。うんまあ、今の話にににもあったように確かに SNS を駆使した PR の仕方などもあり、うん、この選挙の若い世代の捉え方というのもどんどん変わってきているので本当に結果がどうなるかは分からない実際に今、SNS なんか見ても、まあ、斎藤さん頑張れとか応援するコメントって、うん、非常に多いですよね、うん、でもデマも多いですよ例えば公安利権にメス入れたというのは、うんはい、多くのメディアが事実じゃないという,うに報道もなさっていますけど SNS ではいまだになんかまさか改革のヒーローかのような取り上げ方でもしてますから、うん、まあ怖いところですね、SNS は、うん、事実でなくても拡散されてしまうので。うん確かに 選挙が始まれば一つ一つの情報をどう吟味しどうそれぞれ個人が判断していくかリテラシーという部分が問われると思いますでは兵庫県知事選挙の日程の部分ですよねパターンは2つあるということなんですがまあ選挙管理委員会に取材をしました A パターン10月24日告示11月10日投開票 B パターンは10月31日告示の11月17日投開票ということなんですよね。 50日以内に選挙をしなくちゃいけないので大体11月の19から20日ぐらいの前になるんですねで、その上でやっぱり多くの人が投票しやすいという条件をいろいろ選んでいくと基本的には日曜日がいいんじゃないかというふうに考える、うん、3連休の中日とかは避けようとかいうことをいろいろ絞っていくと、うん、大体この日程、はい、そうなるともしかしたら解散・総選挙と同時期になるなんていう可能性もあるわけですが。こ、うん、この辺りののり選挙がこう被るとということの、うん ななんていうのかな影響というのは武田さんどういういものがありますか解散・総選挙と同じにすればその分費用は安くなります。だって場所やなんか同じところでできるわけだからそれから戦艦の人に払うお金も少なくなりますからだからまあお金を節約したいと思うんであれば総選挙にらんでだけどただ 石川さんがなるとちょっといつやるかわからないから、それはちょっとわか、まあ10日か17日というふうに言われてますけどね、永田町では。有権者も1回の投票で済むっていうのはありますよね。1回の投票で1回行けますよね。ただ悩ましいのは総選挙と知事選が重なってくると、政党は自分たちのその総選挙意識するので、知事選に独自候補を立てたいという誘惑にかられて結局県民のことを考えてなのか、我が党の党利党略するのかってなってくるので、まあある意味まあ落ち着いて票計のことを考えた選挙。 選挙の方がいい私はいいと思うので、あまり総選挙と重なっちゃうと、逆に国政のための知事になりかねないというのは、ね。なるほど。だどずれたとしたって1週間か10日じゃないですか、今のままその石破さんが予定通り解散したとすると、だからそうなると、どっちにしろ同じなんですよ、1週間ずらして、お金、無駄な金使うんだったら、同日にして、お金は節約する、おっしゃる通り、投略には負けるかもしれないけども、金は節約できるっていう方をまを選びたく。 各会派はということで、自民、維新、独自候補の擁立を目指すとしています、うん、そして共産は1人の方の推薦を受け、ですね無所属で立候補する意向を表明ということで、まあ、このあたり、本当に擁立をするのか、結局見つからなかった、擁立しませんなんていうことになってしまうのか分かりませんけれども、どうなっていくんでしょうか、あの泉さんのゴゴスマの方行きましょうか。え ごごのあの発言のところで <laughs>、うん、さあそして今日は泉さんが来ていらっしゃいますので聞きたいんですが、この兵庫県知事選挙について、うん、昨日 TBS 系ゴゴスマ、元宮崎県知事の東国原さんが、ですね、うん、自民、維新、立憲民主も擁立者を探しています、泉さんも探しています、<laughs> 泉さんは官僚とか行政経験者じゃない新しい主長を作りたいとおっしゃっていましたということですが、東国原さんがこう話したことに関して、泉さんは今日いっぱいテレビ出てますけど、明言してませんよね、ここ。 えっといまあ、事実を言うと東国村さんとある別の番組でご一緒した帰り道に立ち話をしたんです、はい、で泉さんで出ないんですかって聞いたら「私は出ません」と言ったんです、はいで「関わらないんですか?」って言ったら「いや関わりはしますと」とやっぱりいい人に表現知事になってほしいので、はい、私も無関係じゃないのであのそういう意味ではお手伝いしたいと思います答えたという経緯で,、うん、で私としてはあの代々中央省庁から表現知事は60何年来てますから、うん、いつまでも中央省庁からお越しいただくことじゃなくて、うん、やっぱり県民目線の方になってほしいという話をしたということですが、うんまあ、ちょっとそれを アレンジされてちょっするんじゃないかと思って私も立ですけどね名前は聞かないけど一応の人はいるんですけど一応じゃなくて結構出たい人はいて結構連絡は早いながらもらっていて泉さん応援してもらえませんかという人も何人もいるんですけどただまあ出たい人がいい人とか別ですからね店員にとっていい人が出たらいいと思っていまゃないやそんなことはないですでもあまり喋りすぎてまた陰性しくんじゃないかと言われる <laughs> 出たい人っていうのは。 つまり今のお話を聞いてると中央省庁とかではなくてもう少し兵庫県政とか明石市とか神戸市とかそういうところで何か政治を活動されていたようなお詳しいでしょうけど早い段階から、えっと、ある意味中央省庁の総務省とか経済産業省あたりに自民党は打診していましたしある意味兵庫県内の一定程度の政治的立場にある方に対する打診も始まっていましたから、うん、ご存知だと思いますけど、まあ、大体56人ぐらい名前はずっと出続けてますのでね。うんで 私も兵庫県民の一人ですし兵庫県の中の赤市というところで市長を12年していましたのでやっぱり次の知事にはちゃんと県民の立場に立って市長市や町とも連携できる人になってほしいと思いますから泉さん本人が出るってことはないんですかないですよ出るんだってここ座ってませんやん泉さんのところに応援してほしいって言ってくる人の中であこの人はええなっていう人はいけるんですかあんまり聞かないでください特に力もありませんのでってたった一票ですからちゃんと投票は行きますからただまあ今の お話を聞いていると、東国原さんがおっしゃっている、泉さん自身が誰かのサポートをするだとか、誰かを擁立みたいな形で、この人はいいですよ、素晴らしいですよって、県知事選で PR していく可能性は、いいあるとうことですよねそれ分かれば私も一有権者にすぎませんので、そんな力もございませんので、おき兵庫県知事選挙どうなっていくのか、泉房保さんはどういう動きになっていくのか、これでご注目です。<laughs> 以上よしプレゼンでしたいえいえ